アンバサダーとしての成功も、紫輝くんの私物が持つ意味とは、紫輝くんの私物に隠された感動的なエピソード、彼の選ぶアイテムに宿る物語性、紫輝くん、その美しい顔立ちだけでなく、ファッションセンスも抜群ですね。洋服に着られている感が一切なく、むしろ彼が服を引き立てているように感じます。そして、きらびやかなアクセサリーもまた彼によく似合っていますね。自分では手が届かない価格帯のアイテムも、紫輝くんが身につけていると、どこか憧れと共感が湧いてきます。彼のインスタグラムのストーリーから垣間見えるプレゼントやスキンケアアイテム、そして私服に至るまで、紫輝くんの日常はファッションの宝庫と言えそうです。例えば、イブ・サンローランのスキンケアアイテムには驚きの値段がついています。クレンザーやローション、クリームまで、一つ一つが高機能で贅沢な仕上がり。その価格から見ても、紫輝くんが美を追求する姿勢が伺えますね。まず、注目すべきは紫輝くんのスキンケアアイテム。最近の彼のインスタグラムストーリーには、イブ・サンローランビューティーからのバースデープレゼントが登場していました。それがクレンザー、ローション、クリームのスキンケアアイテムだとか。価格はなんとクレンザーが7700円。これには驚きますが、その効果に期待が高まりますね。さらに、ローションにもこだわりがあります。イブ・サンローランのオールージュラローションは、肌を整えて潤いを与える高機能ローションとして知られています。価格は19250円と高級感たっぷり。リコちゃんが選ぶアイテムは、一味違った魅力がありますね。私服に関しても、紫輝くんの選ぶアイテムは、一つ一つがこだわりの詰まったものばかり。ティーマーランドの上下セットや、ルイ・ヴィトンとのパートナーシップが生んだスニーカーなど、どれも彼の個性と好みが反映されています。価格が気になるところですが、彼のセンスに触れることで、一瞬でも彼とお揃いになりたいと思わせられるのは不思議なものです。私服に関しても、紫輝くんのセンスは絶大です。ティンバーランドの上下セットアップやルイ・ヴィトンのスニーカーは彼のスタイルの一部となっています。特にシンガポールで着用していた白いセットアップは38,617ドルという価格がついています。ファッションアイテムだけでなく、夏休みにはキスのヴィンテージ T シャツなども登場。ただし、これは一点もののレアアイテムとのことです。アンバサダーとしての活動も注目すべき。イブ・サンローランやルイ・ヴィトンとのパートナーシップがあるため、私物にもそれらのアイテムが多く見られます。特に、ルイ・ヴィトンのデイデイと40のフルダイヤモデルは130万3600円。これは一般の予算では手の届かないものですが、紫輝くんのライフスタイルには欠かせないようです。アンバサダーやパートナーシップも積極的に進んでいる紫輝くん。イブ・サンローランやルイ・ヴィトンとの提携は、彼がファッション業界で一線を画す存在であることを証明しています。その影響力が彼が身につけるアイテムにも現れているのでしょう。そして、個人的に感動的なエピソードがあります。紫輝くんがキング&プリンス時代に使っていたルイ・ヴィトンのソフトトランク。これが彼とルイ・ヴィトンとの運命的なつながりを感じさせます。彼の選ぶアイテムには単なるファッション以上の物語性が込められているようです。どれも手の届かない価格帯のアイテムも多いかもしれませんが、その分、私たちが感じる憧れや共感も大きいですね。彼の私物に触れることで、少しでも彼とつながりを感じ、お揃いになりたいと思うのは、ファンならではの魅力ですね。私たちも、彼のように輝いてみたくなりますね。